はい、アップルの AirPods っていうのがあって、これがね、26,500円かそのぐらいしたんですよ。高かったんですけども、私がね、人生でこれだけ高いイヤホンを買ったのは初めてなんですよ。結構イヤホン好きでね、いろんなもの使ってたんですよ。2000円とか3000円とかの、まあでもこのね、万を超えるやつ、しかも26,500円、このレベルのは初めてだったんですけども、むちゃくちゃ良かったです。それほど購入して届いた日以来使ってない日がないと、ずっと褒めっぱなしみたいな感じですね。これすぐデザリングもしてくれますしね。で、充電でも困ったことがないですね。これが充電器なんで、ポンと入れればすぐ充電されて、外せばすぐデザリングされますんで、すごく便利でしたね。どんな時でも使ってました。移動中でも、車の中でも、布団に入ってからでも、お風呂でも使ってました。でもね、すごい時代がやってきました。これを買って1年も経たずにね、こういうのが出たんですよ。同じようなものが、おっとほとんど一緒ですよ。これ見た目だけじゃないんですよ。機能もデザリングもすぐですし、これちっちゃいですしね。はっきり言って AirPods 以上です、使用感は。で、このぐらいの箱に入ってきて、価格が2000円しないんですよ。1年も経たずにね、これ以上のものが出てしまって、私も別にこれ買わなくてもいいんですよ、これ使うから。でも使ってみたら、なんとね、悔しいんですけど、こっちの方が使い勝手が良かったです。だから残念ながら高かったんですけども、これね、心配事があって、それはね、なくすんじゃないかって心配事です。これをつけて歩いてても、振動で落ちて草むらに入ってね、で何時間も探したことってあるんですよ。で、速攻のほら、網のところに落ちちゃってね、二度と取れないようなところに入る可能性もあるんで、外出時につけるときむちゃくちゃ気を使ってたのがこれなんですよね。で、ちっちゃいんでなくなりやすいんですよね、だからジーンズのポケットに入れといたら、それを忘れてそのまま洗濯出しちゃうみたいなこともありえるんで、ものすごく神経使いましたね、これはね。気にしてました。こっちの方はどうでしょうか。同じなんですけども、はっきり言ってなくしても痛くないんで、まあそういう心配はないですね。すごくお手軽で、なくさないようにこうやってね、キーホルダーもついてるんですよ。これ腰にかけるように、こっちは何もないんですよね。これはシリコンの、ゴムかシリコンかなんかわかんないですけど、薄いカバーがついてて、それをかぶせてきたんですよね。で、この箱の中に入ってきたんですけども、すごいちっちゃいでしょ。こんなちっちゃいものできたんで、中には USB 入ってますけども、使わないです。説明書も読んでないです。すぐできたんで、何もなかったですね。で、あと USB が1本ついてました。使わないですけどね、いっぱいあるんで。で、なんか中国語で書いてますけどね。まあ、こういった形でね、AirPods を買ったんですけども、せっかく1年で乗り換えの時期が来てしまったというね。まあ、これが使えないわけじゃないんですよ。使えないわけじゃないんですけども、どうもこのね、チープなやつを試しに買ってみたら、こっちの方が良かったというね。人によってはこっちの方が音がいいんだとかいう可能性がありますけども、そんな細かい音までは、私の耳ではね、もう贅沢品ですから、こっちで十分ということで、これだともうこれからね、なくすことを気にせずに、大胆に外でも使っていけるかなっていうところがあります。ほら、大きさ一緒でしょ。何なんでしょうね、これはね。テクノロジーってのは恐ろしいですね。これファーウェイ製じゃないだろうな。うん、これなんかスパイ電波入ってないだろうな、これな。大丈夫か、大丈夫かみたいなことでございました。ありがとうございました。